はい、本当に日本ペイントさんがすごい遠いので、私たちはそれに一歩でも近づけるように、まずは勝つことを、それを最優先に考えて、みんな今日までやってきたので、まずは1勝できて嬉しいです。短いサーブで9オールでいいサーブだったのに、3球目仕留めれなくて、次、ロングサーブ出すかすごい迷ったんですけど、はい、いつもコーチにそういう戦術の話をたくさんされて、いやここでロングサーブ出して多分負けたら、多分自分の担当のコーチにちょっと言われるだろうなって思って、短いサーブ出したのが効いたので、本当に今日はそのコーチに感謝したいです。最初1セットしかないんですけど、すごいロングサーブ効くと思って入ったんですけど、あまり良くなくて、逆にいいレシーブをされてしまったので。まあ、でも自分の得意なのはロングサーブからの展開なので、まあ、それをどっち取るかって考えたときに、まあ、苦手だけど短いサーブでいこうと思って、まあ、それが本当に良かったなというふうに思います。9オールでタイムアウト取ったときに短いサーブでいこうって話はしていて、まあ、それもう一本の話はしてなかったんですけど、まあ、すごい、まあ、サーブ良かったですし、3球目が良くなかっただけで、まあ、って思ったので、まあ、同じようなサーブを出して、まあ、攻めることができました。まあ、もちろん私もすごい緊張していますし、やっぱり負けたくないとかチームを背負ってるプレッシャーっていうのはあるんですけど、まあ、そう思うと相手もそうだろうなって思って、だから逆に冷静に相手も多分緊張してんだろうなと思って、はい、すごい気が楽な感じで試合を進めることができました。で、まあ、今日本生命はすごい若いチームなので、私が圧倒的に日本人では最年長ですし、まあ、そういう冷静さだったり、まあ、チームをまとめるとかそういう中で、落ち着いて今は少しずつ自分自身が成長できていってるんじゃないかなって思っています。すごい恥ずかしい話なんですけど、私はやっぱり試合見ても分かる通り、すごい喜怒哀楽が激しい人間なので、練習中うまくいかない時だったり、まあ、そういう時に平常心を保つことだったり、そういうのがやっぱ今の試合のこう辛いしんどい時に耐えるこの気持ちの強さっていうのが少しずつ身につければなっていうふうに今も思ってますし、はい、なので練習での一日一日をこう平常心でなるべくポジティブにできるように最近は気をつけてます。まあ、みんな強いですし、卓球はどこまで行っても個人スポーツなので、少しのこの何て言うんですかね、チームをまとめる力で全然十分だと思うので、まあ、自分が後輩が見て恥ずかしい先輩だなって思われないように、みんなのいい背中になれるようにくらいな軽い気持ちで、はい、みんなをまとめたいなっていうふうに思ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。シーズン始まって、長いお休みがあって、ちょっと今日は集中力が選手も足りなかったし、ベンチも足りなかったかなと思います。ダブルスで負けて、非常に苦しい戦いになりました。たくさん練習はしてきたんですが、やはり、長崎と赤江組としては初めての試合だったんですね。それで、まあ、戦術が全然噛み合わずに、まあ、力はありそうなんだけど、0対2で負けた。ここが、まあ、このトータルの試合で一番、ダメなとこで、それが、まあ、最後まで苦戦したところにつながったと思います。まあ、森咲良はシングルでも使えます。今日のように、ビクトリーも使えますから、できるだけそういう人間はそのダブルスに使わずにですね、メンバーが少ない時に、ビクトリーで出れる人間っていうのは常に作っておきたいというのが私の考え方で、その中でダブルスを考えています。今シーズン4シーズン目ですが、1、2シーズン目はですね、気合だけが先走って、やっぱり冷静さがなかったですね。最近はやはり常に相手を見て観察しながら、最後で勝てばいいというような卓球になって、本当に勝負強くなったと思います。80点近い評価だと思います。特にダブルスをもういろいろ変えながら、ここまで勝ってきてますから、選手はよく戦ってると思ってます。